大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。皆さんこんにちは。私がメタボのおっさんです。今回は新型コロナ感染拡大後の、スタンダードになるかもしれないというですね、関東の方ではなんかもうむちゃくちゃ増えてるらしいんですけれども、冷凍餃子の無人販売所、これが関西にもできたということで、早速買いに行ってきました。関西で冷凍餃子の販売所をオープンしたのは、大阪の大東に本社がある大阪福チェアンラーメンなどを運営されているアストジャパンという会社です。今画面見ていただいているのは、大阪から JR 六甲道まで向かっている様子なんですけれども、芦屋まで新快速で、そこから各地乗り継いでやってきました。この商店街の反対側、山間側に冷凍餃子の無人販売所があります。改札を出て、そこを目指して歩いていきます。この大阪福ちゃんラーメンのアストジャパンがなんで六甲に、1号店を出したのかようわからんのですけど、ただ3月に新大阪のちょっと北の東三国に2号店、大阪では1号店になりますけど、オープンするそうなので、今後関西でもどんどんこの無人餃子販売店増えていく可能性があります。そんな解説しとる間に冷凍無人餃子販売店に到着いたしました。場所は商店街の端っこで、山間沿いなので割と目立つ場所です。2月27、28にオープンセールやってて、結構にぎわったそうなんですけれども、私が行った時はまあ落ち着いてました。で、中に入ってみますと、なかなか斬新で戸惑います。まず驚くのが、料金箱。こちらなんかもうほんまに賽銭箱みたいな感じで、両替機もありません。で、ポスもなくて、もうほんまに自己申告制、性善説の世界ですね。で、餃子は36個入り1000円のみで、あと醤油だれ100円、味噌だれ200円を購入し、必要なら保冷剤を取って精算します。支払いは至ってシンプルで、まあこの36個入り1000円しかないから、あとはまあ醤油だれ1個買うたら100円やし、味噌だれ1個買うたら200円やし、保冷剤も2つまでは無料やけど、3つ目からは50円、さらに保冷バッグ、これが1枚100円なので、それを合計して料金箱にお金を入れるというシステムになっています。今回は餃子36個と味噌だれなので、1200円を料金箱に投入します。感心したのがこのシンプルさですね。買ったものをポスでも通さへんし、お釣りが全く出ないんですけど、両替機もない。もう単純にね、売ってる商品と料金箱、これもう都会にありますけど、田舎の無人販売所そのもののシステムです。餃子買って帰宅するとこなんですけど、この商店街の中に何軒か餃子屋さんがあって、ここにも大阪王将あったし、その横にもここ餃子屋さんがあったし、駅前の方に行ったらまた餃子屋さんがあったので、この辺の人よう餃子食べはんのかもしれませんね。まあ単なる偶然かもしれませんけど。で、快速に乗って大阪目指して帰ります。で、帰ってきて早速福ちゃん餃子を食べます。福ちゃん餃子ですけど、まあおそらくなんですけど、この大阪福ちゃんラーメンのお店で食べる餃子と一緒やと思います。まあそこに、出す餃子を、36個この入れ物に入れて売ってはると思うんですけれども、まあ家で焼くので、お店で食べるのとは若干焼き方が違うとは思うんですけれども、それでもね、結構美味しかったです。結構言うたら失礼やな、むっちゃうまかったです。美味しかったです。スーパーで売ってるミンミンのセミ餃子が10個入りで100円ちょっと切ってるから、まあ36個で1000円言うたら、まあ大きさちゃうから比べられへんのですけど、まあでもコスパ的にも36個で1000円で、この餃子そんなに高いとは思わんかったので、
この今見ていただいてるね、割と大きいですもんね、セミ餃子よりはね。だからまあそんなに高い感じはしなかったですし、まあ18個ずつ2パック入ってるので、一気に36個食べんでもいいし、まあ18個500円って逆に考えるとまあそんなもんじゃないですかね。鉄板に15個並べて焼くところです。まあ今回は珍しもん見たさに6個まで行きましたけど、今度3月中旬に、東三国にできたらね、これはもうほんまに淀川渡ってうちからやったら10分ぐらいで買いに行けるので、24時間やってるし買いに行くのありかなと思います。まあでも24時間やってても夜中の3時に餃子急に食いたくなったりすんのかな。であとなんか最近ね、あのみずほ銀行がね、ATM でなんかトラブルがあって ATM に入れたキャッシュカードが出てこないっていうね、なんかカードキャプターみずほとか揶揄されてますけど、まあ、この新幹線がみずほと桜やからね、両方で九州新幹線と か, なんか誰がうまいこと言えっていうなんかネットで騒がれてますけど、ね、この無人餃子販売所も、24時間完全無人で、トラブルあった時にねどうすんねんって、まあでも簡素化してるから大丈夫なんかな、なんかそんなことが気になったりしてますけれども、この完全に自己申告制の冷凍無人餃子販売所、今後関西でも増えていくんでしょうけど、どうやって受け入れられて普及していくのかちょっと楽しみでもあります。3月に東三国にできたらちょっと話題になるのかな。冷凍餃子の無人販売所、皆さんいかがだったでしょうか。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんもまた See you!